おととい共同記にも出演してくれたパリオリンピックバレーボール男子日本代表の山本智洋選手が母校で報告会を行いました。盛大な拍手で迎えられたパリオリンピックバレーボール男子日本代表の山本智洋選手。地元江別にある母校の十和森三愛高校でパリでの激闘を振り返りました。十和森三愛高校を代表して戦えたこと、勇気や感動、希望を与えられたら僕自身非常に嬉しく思います。山本選手は母校からの声援を受け4年後のロサンゼルスオリンピックを目指します。